はい、こちらが2024年の、ブルトレックのニューモデル6号の M プラス PF になります。 PF はパワーフィネスの略です。で、なんでベイトでパワーフィネスを作ることになったのかっていうと、僕がもともと68の M、 ブルトレックの68の M でベイトのパワーフィネスをしていて、で、その理由としてはスピニングよりもレスポンスが早い、霞ヶ浦とかそういうレスポンス重視の釣りをしたいけどよりフィネスにっていうので、68の M でパワーフィネスをしてた。あとやっぱパワーフィネスってこう糸を引き出しながら落とすあのアクションが、やっぱりスピニングよりもベイトでクラッチを切って糸を出していった方がよりスムーズに快適にバスに不自然感を与えずアプローチできるということで、今回この6号の M プラスを作りました。続いて、この6号 M プラスの僕のタックルセッティングなんですけど、リールはスティーズ CT に、だいたいラインが PE の 0.8 から 1.25 ぐらい、まあ状況と場合によって、でリーダーがフロロー12ポンドから16ポンドのタックルセッティングでやってます。でもリールに関してはベイトフィネスでもできます。でもすごい強い釣り、より重いもの、より深いカバーで引っ張り出して釣るってなると、ちょっとリールが持つかどうかになってくるんで、そんな濃くないカバーだったらベイトフィネスで、より濃いカバーとかすごい大きいのが釣れるぞっていう時は CT とかを使ってもらえればいいかなと思います。で、こだわったとことしてこのフォアグリップですね。やっぱパワーフィネスってなるとすごいシェイキングを良くする釣りなので、よりシェイキングをしやすく、ここのパーツをちょっとすっきりさせて指を当ててシェイクしやすくっていうのと、グリップの長さをより短くして重心がより手元に来るように、より手元に来てシェイキングしやすいように設計してます。この竿で、このタックルで僕が使うルアーなんですけど、まあ、大体僕は D ジグカバー 3.8g に、まあ具はその時その時でいいんですけど、ピローラスリムだったり D2 ホグだったり、あとはまあカバー猫、まあパワーフィネスでするものなら何でもできると思うんで、要所要所でルアーを適材適所選んで使っていただければなと思います。で、これはもう、まあ、6号 M プラス PF パワーフィネスって書いてるんですけど、まあ、もちろんパワーフィネスはしっかりできる、もちろん。でもそれ以外にも、今年で言うと僕なんか恩賀川だったりとかいうところで、これをフロロのタックルで、フリーリグのリアクションの釣りで使ってたりとか、地形の釣りとか、リアクションの釣りとか、いろんなこともできるタックルになってるんで、まあ、パワーフィネスだけじゃなくてそういうバーサタイルなロッドにもなってるんで、持っといた方がいい一本になってるんで、ぜひ皆さん使ってみてください。6号 M プラス